Hai, watashi wa Priska desu. Watashi junanasai desu. はい、南国神々島から。おはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャタの担当ガイドのカルちゃんでございます。今回ですね、カルちゃんの仕事は日本人のお客さんと一緒ではありませんが、村の高校学生たちの担当ガイドになっています。バリ島で卒業する前に、卒業旅行の予定がありますので、今、若者たちはバリ島にある観光に行きたいなので、今行くところはだんだん畑金玉にと、そしてバリ島で一番大きいお寺はブサキ寺に行きたいなので、だからみんな若者たちはバリの民俗を聞いています。いろいろ動画を見せてあげたいですので、最後までこの動画を見てください。忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。お願いいたします。私にも今私たちはタガラランという村に着きました。金玉に高原にあるバツル山に着きました。右側にある山はバツル山です。Perkenalkan, nama saya Niputu Priska Aprianti dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 34. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktek agama Hindu. Hai, domo, otsukaresama deshita. Basake jin no naka no fuinki wa konna kanji desu. ご主人の通り、バリ島で因数級ですのでお寺がたくさんあります。バリ島で一番大きいお寺はバサケ寺と言われています。バサケ寺はアグンサンの麓に建てられました。今ちょっと雲がありますのでアグンサンもよく見えないです。バリ寺はお寺に入るときに、お祈りするときに、お供え物を持っていて、このお供え物は、バリ語でチャナンと言われて、神様のためですね。お祈りする時も線香を焚きます。バリ人はお寺に入る時にバリの民装具を使わなければなりません。そして女の人は生理中の時にお寺の中に入ってはいけません。バサケ人の雰囲気はこんな感じです。あちらの方に高い建物はバリ語でメールと言われて、メールは山の表します。メールの屋根はバリ島で奇数階建ての屋根と偶数階建ての屋根があります。一番高い屋根はあちらの方ですね、11階建ての屋根であります。はい、真ん中に座る方はバリ語でトマンクーというお坊様ですね。バリ人はお祈りするときに座り方が男と女の人が違います。男の人は座り方はあぐらを座ってきて、女の人はいざまずく座ってきてます。お寺は聖なる場所ですので、お寺に入るときにこんな感じ民俗を使わなければなりません。
お祈りしてから今昼ご飯のレストランに着きました。このレストランはワルンです。地元の食べる場所です。お寺が終わってから学生たちが着替えしました。今学校の制服着て、昼ご飯が終わってから今クルンクン県の中にある観光地に行きます。カルタゴサという観光に行きます。はい、カルタゴーサに到着いたしました。カルタゴーサはクルンクン県の中にあります。あちらの方に高い建物はクルンクン県のモニュメントです。カルタゴーサの中にどんな感じですか。今中に入ってみます。真ん中にある建物は、この建物はバレカンバンという建物です。池の中にあります。池の中にある浮かぶ建物なのでバレカンバンという意味です。
はい、どうもお疲れ様でした。今日はバングリプランという村に到着いたしました。バングリプランという村はバリ島でまだまだトラディショナル村でございます。バングリプラン村でビール建物がないです。本当の地元のエリアです。右側にあるエリアはお寺のエリアです。真ん中にあるエリアは地元の人々たちのエリアです。左側に曲がれたら畑とか田んぼとかあそこであります。人々たちが多いですよ。家の入り口と出口の割れ物の形は同じです。家の中でもちっちゃいお寺があります。そのちっちゃいのお寺は家族のお寺です。御前祖の神様のある場所です。はい、どうもお疲れ様でした。今回の観光ですね、カルチャーの仕事がそろそろ終わりますので、一日観光もできましたので、みんな学生たちはすごく楽しかったです。忘れないようにドイバリーチャンネルを登録してください。最後までこの動画を見て、ね、本当にありがとうございました。僕たちはバリ島で一番人気ナンバーワン観光のガイドで、バリ島に行きたいお友達とかご家族がいればどうぞドイバリー連絡してください。隣にいる学生も少し日本語ができますので。私はプリスカです。私17歳です。あ、そうですか。ありがとう。